池谷、関水星。池谷、関水星。池谷、関水星は、アマチュア天文家で、コメットハンター、水星創作家の池谷香おと、関つとむが、それぞれ1965年9月18日未明、日本時間に発見した水星。符号は、C、1965S1。また、当時使用されていた、古い表記法では、 カリ符号が九百六十五 f 確定符号は九百六十五バイブである。同名の彗星に c 九百六十七 y 一があるが、通常、池谷、石水星といった場合は c 九百六十五 s 一を指すことが多い。発見当時、台風二十四号が土佐沖を通過し、九月十七日二十一時には九百五十五ミリバールの勢力で、 三重県に上陸して北東に進んでいた。池谷織は浜松市で台風の目の通過中に自作の口径 15cm 倍率22倍の反射望遠鏡で、関勤は高知市で台風通過後の晴れ間を利用して自作の口径 8.8cm 倍率19倍の屈折望遠鏡を用いて水星を捜索し、海辺ビザにあった池谷。 積水星をほぼ15分ほどの間差で独立に発見した。その時の高度は7から8等級であった。両者からの発見伝報を受けた東京天文台、現国立天文台では、ベテランコメットハンターの同時発見ということで、国内での確認作業なしで、アメリカのスミソニアン天体物理観測所にある天文伝報中央局に報告した。この水星の確認観測は、 オーストラリアのウーメラ天文台で行われ、正式に池谷、関水星の名前が確定した。この発見は池谷る、関つとむどもに三個目の独立発見となった。この小さな水星が、この後に世紀の大水星へと成長したことから、二人は世界的に有名になることとなった。水星の軌道をある程度正しく計算するには、 数日から一週間程度の複数の観測が必要であるが、フランスのロジェリ・ゴレーは、この水星の発見位置と運動方向から、池ヶや、赤水星が19世紀に、いくつもの大水星を出現させた黒いイ群に属することに即座に気づいた。その後の観測から軌道を計算したところ、この水星は確かに、黒いイ群に属するもので、10月21日に、 太陽表面からわずか約45万キロメートル、太陽の直径の約1、3のところを通過し、極めて明るくなると予報された。水星の明るさは予想通りにならないことが多いが、池谷、赤水星は予想通りの高度変化をし、太陽に近づいて明るくなっていった。日本では10月21日正午頃、日本時間の近日点通過時には、 水星が推定マイナス17等級に達し、約60分間の間満月よりも明るくなったのが観測された。昼間の太陽のすぐ近くでもはっきり見え、尾が太陽の周りに巻きついているように見えたという報告もあった。また、長野県と岐阜県にまたがる東京天文台、当時の乗ラコロナ観測所では、コロナグラフというコロナ撮影専用の特殊な装置を使って、 写真撮影に成功した外部リンク参照。この水星は過去数千年で最も明るくなった部類に入るということが明らかになっており、1965年の大水星とも呼ばれる。近日点通過の直前に角が3つ程度に分裂したのが観測され、そのうち2個 A 角、B 角については近日点通過後にも長期にわたって詳しい観測がある。 これらの核はあまり離れることなくほとんど同じ軌道を進んだため、肉眼や消防遠鏡では一つの水星として観測された。水星は10月27日頃になって、明け方の白明の空に2から3等級の駒と明るく、長尾を持って再び現れた。11月初旬には駒が4等級と暗くなったが、白明前の暗夜に細長尾を持った姿を、 好条件で観測できるようになった。この時の王の長さは、眼視で20から30度、写真では40度ほどと報告されている。当時は、高度経済成長以前で、公害が進んでいなかったため、夜空は暗く、また天候にも恵まれたため、日本など、北半球の各地で雄大な王を連日見ることができた。日本人が発見したということもあり、この彗星をきっかけにして、 天文を趣味にしたり、水星創作を始めた、日本も多い。11月に入っても水星は相変わらず、長い世を見せていたが、急激に高度を落とし11月10日過ぎに苦眼では、見えなくなった。その後も、水星は太陽系の外部へ遠ざかりながら急速に暗くなってき、1966年の初めには、大望遠鏡を使っても観測できなくなった。 三等級以上の明るさを保っていた期間は二週間程度だったが、最も美しい姿を見ることができたのは10月末と11月初旬の数日間でった。先に述べたように、池ヶ谷、石水星は太陽の表面をかすめるような軌道をとる、黒一イ軍の水星の一つであることがわかっている。黒ロイは過去に太陽に大接近した一個の巨大水星が分裂し、さらに、 それらが繰り返し太陽に近づいて分裂を繰り返して生じたものだと考えられている。近年人工衛星双法のコロナグラフ画像からは10年間に1000個ほどの黒い津群水星が見つかっているが地上から観測されるような大きなものは見つかっていない。池谷、赤水星は1106年に太陽に接近した大彗星が分裂して生じたと考えられており、 この時に分裂した別の破片のうちの一つが19世紀を代表する大彗星の一つである1882年の大彗星であると考えられている。ちょうど池ヶ谷、赤彗星のニュースが世界に知れ渡った頃、キューバのハバナで作曲家、ホセカレヨが池谷、関という楽曲を即興で書いた。この楽譜は池ヶ谷、関良人のもとに送られた。約40年後、 関がこの楽譜を発見する。そして2008年、毎日放送の番組、地球感動配達人走れ。ポストマンにて、関が、カレオの創作を依頼。カレオは2004年に死去していたが、関はカレオへのご礼を込め、自らが1992年10月21日に、発見した、小惑星に、ケリオと名付けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。